皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました宮城県議会議員選挙青葉区選出の青葉選挙区候補者の福井貴政と申します。私は自民党公認候補の候補者でありますが、本日は何かと皆様方からいただいている有権者の皆様の声をしっかりと政策に反映すべくお訴えをさせていただきたいと思います。福井事務所でやった、まず一つは大きな報道でも話題になっております4病院再編の内容でございます。これは本当に青葉区の有権者の皆様方から心配不安の声が非常に多い県政課題となっております。これは浦井知事が10年後や20年後の医療体制について検討している内容でございますが、どうしても私が腑に落ちないのは、そこに地域住民や患者の皆様、またその病院の関係者の意見聴取やお話を聞いていないところでございます。私はその内容を聞くにつけ、今回の4病院再編に関しましては、その意見を聞かないまま進めるということであれば反対という姿勢を貫かさせていただきます。やはり地域住民や患者の皆様、病院関係者のお話を聞かなければ病院をどうするということはやっぱりすり合わせできないんじゃないか。行政の内容の中で皆様方のお話を聴取しながら、どういう病院体制、医療体制がいいのかということを検討する必要があると、本当に多くの青葉区の有権者からいただいているところでございます。そういったことで今回の4病院、何も宮城県議会には議案は提出されておりませんが、この状況で進めることに関してはノーということで、反対の姿勢を私は訴えさせていただいているところでございます。また県政課題はまだまだ皆様方のお話を聞いて多くございます。一つは経済対策でございます。地域経済、小規模事業者の方々が経済の好循環を感じて初めて好景気になる。ただこの今の状況では、物価高騰、エネルギー費高騰のこの状況で皆様方、消費にもつながっていない、消費につながってたとしてもなかなか利益が生み出しづらい、そういったお話も伺っているところでございます。そうした小規模事業者や中小企業の皆様方が好景気を実感していただく、そういった経済活動、経済対策をこの宮城県でしっかりと県議会で打っていきたい。そして皆様方に経済の好循環を実感していただけるようにしたい、そういう思いもありまして、私はこの経済の活性化をしっかりと取り組むべく、今回もお訴えをさせていただいているところでございます。また今回さまざまな課題の中で、子育て世代の皆様方からいただくご意見は、どうしても子どもの医療費をなんとか無料にできないのかという子育て世代の皆様方からのお声を多くいただいております。私はやはりそこも国の体制の中でしっかりと財源を作っていきながら、子どもたちが安心して医療の受けられる環境には無償化というのを進めるべきだと考えております。ぜひ子どもたちが安心して医療を受けられ、この仙台宮城ですくすくと
育つような環境を作っていきたい。また子どもたちが小学校、中学校、高校、大学、そして就職を仙台、宮城県でできるような環境を作っていきたい。学生の皆さんが仙台、宮城県の中で選べる就職先をしっかり確保していきたい。そういった思いも持っております。若い方々が仙台、宮城から東京や関西に行かないようにしっかりと宮城県仙台市として皆様方が選べる就職口をしっかりと行政としてまたこの議会としてバックアップできるような体制を作り、その後はそこ仙台で就職し宮城で就職した皆様方がこの宮城仙台の地で結婚をし子育てをし、またその子どもたちが宮城県で就職までできるような環境整備をしっかりと行政とともに、また行政で足らざるは石川光次郎県議会議員とともにしっかりと皆様方のご意見に耳を傾け政策を実行していきたい、そういう思いでこの2期目の選挙を戦っているところでございます。なのでぜひ若い皆様方には投票に行ってもらいたい。皆様方の声をしっかりと宮城県政に反映させるためにも皆様方期日前投票手ぶらで行けます。そしてアイルの方で投票はできますので、手ぶらで行ってネットでどういう候補者がいいのか選んでいただける、そういった簡単に投票ができるような環境になっております。また投票率が低いこの状況ですので、若い方々からさまざまなご意見を伺い、ネット選挙をやった方がいいんじゃないか、またいつも行くコンビニだったら老若男女問わずみんな投票できるんじゃないか、そういったご意見も私の方にいただいているところでございます。皆様方が簡単に投票のできるそういった仕組みも今後作っていくことが、皆様方が投票をし皆様方の意見を反映できる候補者を選んでもらいやすいような環境にすることなんじゃないかと私は考えております。そのためにもぜひぜひ皆様方、特に20代30代の皆様方、また10代の18歳以上の学生の皆様、ぜひ私たち候補者に皆様方の状況、またこうしてもらったらもっと世の中良くなるよ、私たちの世代良くなるよ、そんなご意見も本当に SNS を活用してでも構いませんので、どんどんご意見をいただきたい。それを実現することが私たちの仕事でもありますし、それを実現するためにこの場に立って皆様方にお訴えしているところでございます。ぜひぜひ皆さん、アイルで県議会議員選挙投票できます。特に仙台市内の投票区になりますけれども、どの選挙区でも投票ができます。ぜひぜひ宮城の区は石川光次郎、宮城の区石川光次郎、そして青葉区は45歳、まだ2期目ではありますが一生懸命皆さんの方のために働いてまいります福井高政に何とぞ皆様方からのご支援ご支持を賜り、しっかりと皆様方のご意見を政策としてつなぎ、そして実現させる、そういった政治家を選んでいただきますようによろしくお願い申し上げまして、土曜日の貴重なお休み、またお仕事中の皆様方、耳を傾けていただきましたこと感謝御礼申し上げますとともに、ぜひぜひ投票に行っていただきますようによろしくお願い申し上げまして、私からのお訴えとさせていただきます。皆様方、ぜひ皆様方が選ぶ政治家が皆様方の未来を作ります。
ぜひぜひそのためにも投票行ってください。宮城野区石川光次郎、そして青葉区福井高政、どうかどうか皆様方のお話実現できるようによろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。